短いボールの打ち合いです。フォアのドライブ、あ強く打ってくる。少しスピード差をつけて9球目、リターンが2球目、そして組み打つのが3球目です。そうですね、この辺りから持ち上げるように打ってきます。バーッと変化をつけてるわけですね。あ早めに今度は藤沼がフォアのドライブに切り替えます。左右に揺さぶる、こうやってついていくのは大きな持ち味。徐々に藤沼が前を伺っていきます。切りましたね、今回転かけてますね。これがナックルなんですね。今切りました。そこは対応した藤沼です。手の内は同じチーム同士ですので分かっているはずですが、あまたここでバックの形になりました。フォアのドライブ切り替えた、あっとネットにかけてしまった。おっとサーブちょっと変えた、打ち方を少し変えました。かなり切ってるように見えますが、一本一本の回転量を変えてきている大きい向こう側です。切りましたね。今前に出す、前に出してきて、ここからの切り替えは徐々に大きが良くなってきました。またドライブに、ラリー一本一本非常に長くなってきています。強打から、あっといいレシーブでした大きい。大事な9点目がかかるポイントです。あ前に出されても大きい、しっかりと下回転で対応してきます。あネットに操作をしていると思いますね。藤沼の方がですか、はい、上がったチャンスボールですが打ち切れず、あ前に出た大きい、まず大きいがゲームポイントです。あっと前に出た、藤沼が見やすいと、はい、そういうあの藤沼側の作戦だと思いますね。あそうですか、このサイドですね、はい、あっとまだリードしているのは大木です。あここです、このクロスの長いボールを使ってくる。大木のバックハンドは対応しました藤沼。あこれです、コースが見つめてますよね。短く打って、あ先に大木先に攻めた、あかけてしまった、試合終了。